気に取ってしまうと脂肪につながっていたりするんですよ。ご飯だけ、パスタだけ、パンだけになってしまうとですね、エネルギー作り出せなくなっていってしまいますし。皆さんこんにちは、アスリート個別栄養サポートの北みのりです。こんにちは。今日はですね、体がなかなか大きくならない選手のですね、よくやっている NG 行動ですね、3つご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは体を大きくしたい、バテにくくなりたい、背を高くしたいというアスリートへ向けて情報を発信しているので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、では早速体が大きくならない選手がよくやりがちな NG 行動3選お伝えをしていきたいと思います。まず1つ目ですね、質より量になっているんですね。で、量ももちろん大事ではあるんですが、質がすごく大事でですね、質がもうボロボロだと、もうどれだけ量を食べてもうまく消化吸収もできないんですね。まず土台を整えるっていうことがとっても大切なので、ただただですね、もうたくさん米食べろみたいな、まあこれだけでは体は大きくなれません。そしてただ食べたところで本当相撲選手になるのではないので、しっかり筋肉をつけていかないといけないし、エネルギーにも変えていかないといけないので、まあ、セットとなるですね、ビタミン B 群だったりタンパク源だったりビタミンミネラルですね、このあたりもしっかり取っていかないといけないです。そしてその糖質源の質もすごく大事ですね。このあたりもぜひ見直してみていただけるといいかなと思います。量も大事なんですが、体を大きくなれないっていう選手はですね、ぜひぜひまずはその質も見直していただけるといいなと思います。取り組む順番がとても大切ですね。はい、では NG 行動2つ目です。菓子パンや栄養ドリンクを多用しがちなんですね。朝手軽だからとついつい菓子パン、昼ご飯菓子パンとか、疲れてきたから栄養ドリンク、こんなことはありませんか？栄養ドリンクの回でもねお話はしているんですが、もちろんアンチドーピングのこともありつつですが、菓子パンにね頼っている選手もう本当にペラペラの選手多いですね。栄養不足します。そりゃそうですよね。で、菓子パン食べることによって、まあ、お腹はちょっと膨れるんですよ。で、菓子パンとご飯じゃもう全然栄養の量が違ってですね、朝食昼食菓子パンで済ませる、試合前に栄養ドリンクでなんとか済ませるっていう選手はちょっと注意が必要です。前回のねこの動画でも上げているように、菓子パン栄養ドリンクちょっと注意が必要なので、パフォーマンス低下にもつながります。そして体をペラペラにもしていくので、ぜひぜひちょっと注意してみていただけたらなと思います。では3つ目ですね、補食がない、もしくは単品食べが多いんですね。補食もう絶対必要です。もう補食というよりも必須食ぐらいなもう言ってもいいんですが、減量の選手も増量の選手もこれはもう中身だったり量感だったり質は変えていく必要はあると思うんですが、補食は絶対必要ですね。なんでかというとですね、足りないんですよアスリート。でタンパク源もね一気に取ってしまうと脂肪につながっていったりするんですよ。しかも分けて食べるっていうのもものすごく大事で、特に小中学生は給食で早弁ができたりしないんですよ。早弁できないので、帰ってきて練習行くまでの間にちょっと食べるっていうのも、この時間がめちゃめちゃ貴重になるんですよ。もしくはまあ朝早起きする選手は2回取ったりとか、夜遅い選手だったら晩ご飯ともう1回取るっていう案もあるかと思うんですが、しっかり補食をね挟んであげることによって、まあ、なかなか1回にいっぱい食べられないっていう選手もこうやって挟むことで刻めますし、リカバリーにもね補食ない選手もうペラペラになっていってることが本当に多いんですよね。リカバリーが追いついていない、だから成長もできない、体も大きくなっていかないっていうことにつながっていることがすごく多いので、まあ、まずは補食をね足してみる、まあ、できる範囲でまずは足してみるっていうことも一つできるかなと思います。あとは土日の昼食とかですね、単品食べになっていないかとも注意してみていただけるといいかなと思います。ご飯だけ、パスタだけ、パンだけになってしまうとですね、エネルギー作り出せなくなっていってしまいます。しっかりタンパク源、ビタミン源、ミネラル源もね補給できるように、まあ最低限タンパク質もつける、あとはフルーツもオレンジジュースでもいいですつけるとか、今よりもプラスアルファできるとすごくいいんじゃないかなと思います。あと何かかけるとか、プラス食材をするだけでもチリツモでビタミン、ミネラル取れるので、ぜひぜひねちょっと意識をしてみていただけたらなと思います。このチャンネルでは体を大きくしたい、バテにくくなりたい、背を高くしたいというアスリートに向けて情報を発信しているので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そしてお悩みについて詳しく知りたいという方は概要欄に LINE の追加方法があるので、ぜひそちらに行って一緒に学んでいけたらなと思います。レッスン体験会の情報や限定のセミナー、イベントの情報を流れるようになっているので、ぜひぜひ登録いただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート北みのりでした。